こんにちは、根本です。パワープロアプリやっていきます。今回は、この狙い撃ちガチャパワープロ人気投票記念復刻キャラ、PR 以上確定10回、いきたいと思います。いやー、なかなかのいいガチャが来たんじゃないかなと、個人的には思います。10日から14日の間で、この復刻キャラの PR 以上確定のガチャが来ましたと。で、出現するイベキャラがこちらと。全員が限定キャラですね。で、まあ、この中で欲しいの。神高。あとは、そうだな、スザク。と、誰だろうな。そんなもんかな、PR だったら。で、まあ、SR、PSR、この辺がもし万が一引けたら、ものすごく嬉しいという感じですね。さあ、そんな夢を抱きながら、行きましょう。うん、まあ、PR。ほんと、スザク欲しいぞ、結構。お!リュウちゃん。いいよ。全部神高 PR でもいいんだけどな。はい。うん。SR の香りはしない。顎が来た。顎いらねえ。うん。なかなか出ないぞ。うん、神楽坂いいですね。いいのかな?どうだろうな。もう PSR 来ないと。あんまし意味ないからな、引いても。縁がなさそう、SR。鈴風。確かに引いてなかったな、このガチャ。全く引いた覚えないっすね、そういえば。まるでアイドルのように爽やかな外見の左ピッチャー。実は大金持ちで、将来の夢は芸能界のスターと。すげえな。で、能力が、タイピンチと玉持ち。結構いい能力だと思います。で、ボーナステーブルが、30で試合経験点ですね。うん、ちょっと特殊なテーブルなのかな。スペシャルタッグ40。まあ、PR なので、なんとも言えないですけど。はい。安定したからびっくりしましたけどね。ググキラーン炎。おお、エサルた。お前ここで来るかよ。お前ここで来るかよって感じですね。僕がもがき苦しんだ新島ガチャね。くっそ。熱盛ばっかり出やがってと。まだ、そのガチャを見られていない方はぜひ。過去の概要欄、ガチャ、動画から見ていただければと思います。ここで、新島先輩お越しいただきましたと。くそー、PSR 欲しかったなー。これ来るんなら。いやー、なるほどね。でも SR 出るもんですね、やっぱり。お!連発しろ。炎、キラン。うわ、まあね。はい。うわ、アルビンね。さあ、あと4回。いや、神高の SR がすげえ欲しいな、本当に。神高は PSR いるんでね。46にしたい。うわ、なさそう。ないよ。はい、嵐丸。あと3回か。なんか、いやー、ツイッターの方でね、PSR バンバン引かれてる方見かけたんでね、もう本当に僕の方にも、恵んでください。うっ!ググ、炎、キラーン。まあね。はい、嵐丸、連発。くっそ、あと2回か。てか、このパワープロの人気投票のガチャも回さないといけないのかな?皆さんどうされてます?僕はまだ1回しか今んところは引いてないですね。これきついよな、でも。
11枚だからな。300枚か。集められる気しないぞ。ググんない。ピンク来ない。いやー、これ、くっそダメだな。新島とか大当たりなんだけどな、本来。お、初野くん。初野くんのガチャ引いたかな？引いたか覚えてないですが、まあ持ってないですね、何も。俊足攻守の二塁手。優しい性格をしているが、そのために人と競う場面では無意識に相手に譲ってしまうこともある。趣味は園芸と。で、テーブルが、初期評価が結構高そうなテーブルかな。結構使えるキャラの一人だったと思います。早急すとそうか。もし間違ってたらすんません。あんまし使わないからな、はずの。はい。ということで、最後の1回になりました。いやー、ちょっと、新島だけじゃ終われないんだけど、あと1回引いたらもう引けなくなりますからね。ちょ、いやー、新島ね、PSR 欲しいな。はい。はい、知ってた。これから、虹が出たこともありますからね。知ってた。はい、ということで最後は、メガネの蝶野さんにお越しいただきましたと。蝶野、確かミキサーしたかな。数種類の変化球を投げ分ける技巧派投手。どこか抜けていて思い込みが激しい。自分ではデータ重視で堅実な性格と思っているようだと。で、リリースと、なかなか実はボーナステーブルが強くて、やる気効果のテーブルですね。はい。で、変幻自在が一応不確定ですが、変化キャラと。昔は、確か累計でイベントかな？なんかイベントで累計でいただいて、かなり使い込んだ記憶はあります。初めての SA も確か超も入ってた気がするな。いやー、なんか、くそーって感じですね。新島出て大勝利のはずなんですが、新島はもう苦しんで出した後だったんでね。くそ、悔しい。うわー。はい。まあでも、こんなもんですかね。で、まあこんなもんだよな。さすがにこれちょっと引く気かな。このガチャ辛いよな。ぜひぜひ皆さん、このガチャ、どうされてるかコメント欄で教えていただければと思います。また、今回引いたガチャの結果ですね。皆さんの方の結果もコメント欄で教えていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。